前に話した表札の件なんだけど、あの件ちょっと話を進めたくて。そうそうそう、空いてる日は。おお、すごい。こんな感じなんだね。すごいね。結構お任せな感じにしたいんだけど。お任せで。なんか希望の樹脂とかあります、ね、この木で彫ってほしい。ああ、樹脂名前が分かんないしね。まあよく彫刻の表札で使われるのが多いのが、ここに出したんですけど、うん、山桜。山桜。山桜はこのちょっと赤みがかった。これ。それ山桜って言うんですけど、はい、でその下になると一位の木。一位。いや、こっちですね。はい。で真ん中は欅。うん、まあよくあの寺門とかの彫刻に使われるのは欅で、うん、で一番こっちにあるのがヒノキ。ヒスヒノキですね。ヒノキ。よく仏像とか目の細かいものとかに使われること多いんですけど。まあ、大体この4種類が表札でよく使われますね。ケヤキよく天神様とかにも使われてる。ああ、天神様。じゃあケヤキで持ち体も選べるんだ。一応ここ細いし、まだ取れないんで、はい、この中からなんか、うん、まあ、ちょっとこの先の字ちょっと違うんですけど、うん、この書体だと思ったんですよ。かっこいいの。こっちかな。ついじゃあ一回作ってみますか。うん、お願いします。よく表札とかになんかワンポイントで自分の好きなものとかよく言える人いるんですけど、うん、そういうのとかってどうします？なんか好きなものだったり好きな動物だったり、なんか動物、スポーツでもいいし、自分になんかまつわる、馴染み深いものも。YouTube やってるのはカメラとか。ああ、カメラね。そう、入れる人いるの？動物とかワンポイントで。まあ入れる人いますね。自分の飼ってるペットを取ってほしいとか。表札に。表札に。へえ。ワンポイントじゃなくてもその犬の形そのまんまで名前を入れるとか。そういう人もいますね。へえ。それは好みの話なんですけど。いや、ワンポイント入れたら面白いよ、絶対。ヤモリかな。ヤモリ。ヤモリ。なんでヤモリ。いや、ヤモリなんか今パッと浮かんで、なんかヤモリ家守るって縁起物。ああ。よく言われますもんね。だよね。だし、まあ、僕がヤモリ好きで。今ずっと考えてて何も思い浮かばない。今パッと浮かんだのがヤモリ。ヤモリ。そういう人いる？ヤモリ。まあいます、ね。あ、いるんだ。あ、やっぱ玄関につけるとなんかいいよ。ヤモリがいいね。そうですね、ヤモリつけるとなったらやっぱちょっと目立つようにしたいんで、色とかしてほしいです。つけますか。あ、してほしいです。彩色するのと、なんか白い木そのまま使うとかあるんですけど、取り付けのところから見るとやっぱヤモリがなんかあんまり上から見下ろしてるよりか、ちょっとなんだろう、右上がりっていうか、下から見上げた時にちょっと顔が見えるくらいがいいかなと思って。いや、いいね。こういう配置にしてみました。いや、いいっす、いいっす。めちゃくちゃいいね。
おすすめポイントはやっぱ一番目引くイヤモリですね。目には黒い象が、黒い木を埋め込んで象眼してあるんですけど、あれも色塗ったわけじゃなくて自然の黒い木があって、その黒い部分だけを目玉に埋め込んだ感じになったんです。4、54年